第2ステージは筑波サーキットバトル。モータースポーツベス車ばかりを集めたライバル対決だ。ベス車を仕上げたらどうなるかっていう車もあるぞ。今回はこれを、N1 仕様の、GTR N1 耐久の GTR と勝負させようと思ってますけども、どうですか、ね、両方とも生田さんは乗られてる車ですよね。そうですね、僕はちょっと筑波のスプリントをやってますけど、はい、GTR ね、今まで乗った感じだとほぼタイム的には似てるんですね。ただそうし、ブレーキとコーナリングスピードがまあカップカーの方がいいと。でピックアップと、まあ、直線ですね、その辺は GTR の方が全然上と。 でもトータルして回ってくると大体ほぼ同じようなタイプになる。まあ275馬力ですか。それにしてはまあ、スリックタイヤというのを持ってるけどなかなかいけるんじゃないかと。その N1 仕様にしていく段階での費用であるとかその辺は、GTR の場合はかなりかかりましたね。パーツからボディ製作に含めるとね。だからカレナカップにはまあスタンダードでもうすでにレース用という、納車したらすぐ走れるという状態で、まあ1450ぐらいですか、これほぼ同じぐらいの値段になっちゃってるんですよ、 GTR も。GTR もね。じゃあなんかやっぱり元からの作り込みが違うっていうところがやっぱりこれに現れてますよね。まあポルシェは911ボディで昔からもうレース長いですからね、そういう意味ではもう昔からの憧れで、一度ポルシェのレースかレーションカーっていうのは乗ってみたくて、ああ待ってましたって感じなんですけども、まあこのためにフェラーリ売っちゃったぐらいですからね。テスターロッサを。そうです。さあポルシェ対スカイライン。ポルシェはノーマルの RS に毛の生えた程度、しかもシェイクダウンしたて。対する GTR は N1 耐久シリーズトップを行くアルティア GTR。 ドライバーも本物、これは見物だ。そしてノーマルクラスは GTR が元祖。中谷選手はジェミニコンペティション、そしてレガシーはもちろん清水選手。おはようございます。うわ、まぶしい。今日はサインですかね、もしかして。というわけで小畑選手は GT4RC、 そしてファミリア GTAE は中川選手。おっと、もう一台ランサー RS。 行くぜケン池澤。ケン池澤じゃねえや。正解はケンウルフでした。さあ毎度おなじみ安井純のグリッドに各社整列。もちろんバリバリレース用の2台ははるかに後方。ちょっと話しすぎたかな。さあ赤ランプ点灯スタート。おっと、池澤ポルシェクラッチを滑らせた。ノーマルクラスはアンサーがいいスタート、いや黒沢 GTR 清水レガシーが超ロケットスタートを決めて早くも2位争いだ。スタートリプレイは小畑セリカから。アウト、アウト、アウト。オブリー1ヘアピン進入。ノーマル軍団の戦いは前後3台ずつの攻防に分かれた。ほら、速すぎる。うわ、曲がんない。ドライレーシングは結構まだ厳しいな。おいわ、こいつなんかあれだな、たくらみがあるな。オブレーセリカ早くないね。おばつさんセリカ早くありません。ちょっと待って、ファミリア待ってよ。さあこちらは激速の2台、両者テールトゥーノーズで早くも第2ヘアピン。あと GTR 速い。
あっという間に離れる。さすがはターボカーの加速だ。ノーマル GTR も速い。オイランサーを捉え1コーナーアウトから恐ろしいスピードだ。これは幻のビクトリーピークターンか。いや、ただの突っ込みすぎ。その後ろでは小畑セリカが中川ファミリアの家へ行った。これはちゃんと行った。しかし中川ファミリア X 攻撃、立ち上がり加速勝負だ。抜かれちゃう。あー、抜かれます。これは暖房効いちゃってるよ、この車。暑いんだけど。驚いた。セミレーシング履いてて軽い。こっちが侵入であんなに負けたらどうしよう。ああ、そうか、分かった。タイヤが多いのはあれだ。サーキットタイヤをつけてるんだこいつな。いつの間にかセミレーシングを履いた反則多いはガンさんに任せるとして、注目は4位争い。 1.6 リッターの中谷ジェミニが後ろの2台を抑えきれるか。いや、もう2台来た来た。激早軍団ついに来た。なんとストレートであれほどのスピードの差がありながら、未だに2台 L2 ノーズ。さあ、トップ争い、またまたガンさんが追いついた。もう一度アウトから、おっと、すごいスピード。このスピードで曲がれるのはモデナの剣以外にはいない。また行っちゃったよ、あの人。あー、危ない危ない。あー、コースアウトだよ。こちらはまともな4位争い。中谷ジェミニを小畑セリカが捉えたが、譲らない。激しいバトル。しかしこれはもうミッションがクロスすぎて走りにくいな。クロスにすりゃいいってもんじゃないんだよな。いくらラリーとかダートが考えてるとはいえ、これじゃターボエンジンの特性が全く使えないね。怒っている清水レガシーが3位。その後ろはすごいバトル。ついに小畑セリカが4位へ浮上。しかしすぐ後ろにマンセルとセナがやってきた。さあ、この周回遅れのマシンをどう処理するかとか、そういう差じゃない。すごい速さ。あっという間に3台をパス。さあ、池澤ポルシェ、後に続くことができたか。おっと、セリカに詰まった。いや、しかしすぐにパス。さあ、4位と5位に上がったレーシングマシン軍団、あと2周でトップに追いつけるか。そして中谷ジェミニは小畑セリカにやられっぱなしで終わるのか。中川ファミリアは、泥攻撃、泥攻撃だ。これやろう。さあ、トップの2台は最終コーナーを回ってファイナルラップに突入。またまた1コーナー、3度目は何が起きる。そこに入られると怖いよ。ロット、おい、 X 攻撃。しかし立ち上がりは GTR 速い。これでなんとか、もう前出さないぞ。ファイナルラップ1ヘアピン、ついに桂選手のアルティア GTR が来た。池澤ポルシェは、おっと、レガシーに引っかかっている。これはつらい。2ヘアピン、ついに3台が談合。ノーマル対 N1 の加速差が見られるか。バイバイ。この速さはすげえな。こちらは池澤ポルシェ、ゴールはすぐそこ。この差は痛い。というわけでこの勝負、約1キロのハンデをものともせず、アルティア GTR の勝ち。池澤ポルシェも大健闘の、いや、あっという間にランサーに迫って3位でチェッカー。
た前からが壊れてる壊れてると思ってましたけど、ついに完全に壊れたようです、このドライバーは。熱い若さが出ました。突然現れて、突然迫ってきて、横に現れてしまいましたね。そうでもないんだけど、N1GTR が最初のうち、ほら1、2周はまだ温まらないときはブレーキとかコーナーがちょっとあれだったでしょ。あのうちに抜いちゃえばよかったんだけど、様子見せたらだんだん温まっちゃったら、どんどん離れていっちゃう。コーナー早い。ね、コーナーでガーッと。コーナーとブレーキが若干あれだけど、やっぱりストロークピックアップがね、全然 GTR の方がいい。やっぱりターボ対そうですね。RC ね、もっとストレートでいけるかなと思ったんだけど、いけるっていうのはあのファミリアとかね、ジェミにバンバンバスバス抜くかなと思ったんだけど、意外のほか同じようなストレートの感覚だったね。ただ入るところとかね、立ち上がりがやっぱり RC ちょっといいから、そのいいっていうのはトラクションにしろ入りにしろ、その分でちょっと良かったかな。ガリマシンみたいな。そうそう、だからターンインですごいオーバーだし、で立ち上がり踏んでると全然アンダーだし、まあ、サイドブレーキ使うの忘れちゃった。そうね、ジェミニーね。まあ、サーキットエアだったらいいかもしれないですね。コーナリングっていうものを根本的に考え直した方がいいですね。手がし、RSRA。次元が低すぎるよ、みんな。こんなもん、はっきり言って詐欺だよね。まあ、他の車乗ってないから分かるけど、大体想像はつくけどさ、ファミリアにしても、もう名ばかりでしょ。はあはあ、全くそのモータースポーツとか車のこと分かってない。全体的に言えることは、言葉がきついかもしれないけども、モータースポーツあるいはサーキットのタイヤにかかる大きな入力っていうものを知らないで作ってる。ですからもうボディがふにゃふにゃ、設置性がサスペンションいろいろシステムの違いはありますけども、そのサスペンションが生きてない、タイヤが生きてない、ですからジェミニーランサーあるいはファミリアもそうでしたけれども、バネをせっかく硬くしてもそれはただバネが硬くてロールしないだけで、最初の荷重ステアリング切って荷重グッとかかるときタイヤにコーナーウェイトがかからない、パーッと逃げてしまう。でそういうのが目立ちましたね。でその中でやはり国産車で優れてるのが、まあ、GTR、 やっぱり日産のモータースポーツというものがそこに生きてる、あるいはその車作りの上でボディ剛性をきちっと出してるというところだと思います。ノーマルカーは世界的に認められてきたのに、そういうモータースポーツベースマシンというのがあまりにも遅れてる。大げさに言えば10年以上、あるいは一時代もう完全に遅れてるっていう気がしました。